皆さん、こんにちは。今回もですね、スプラックスフライングサッカーの、今回ね、サッカー日本代表対、新生ドイツ代表ですね。はい、数日前にね、スプラックスはこのゲームのドイツ代表のね、メンバーが、更新されたんで、はい、そのフォーメーションがこちらになってますね。はい、まさにね、一新といった感じで、完全に新しく、なりましたね。ドイツ代表、2018年ワールドカップで、グループリーグでね、韓国に0対2で、敗れて敗退するというね、屈辱を味わわされました。2014年は、ブラジルのね、7対1で敗った試合なども有名で優勝しましたけど、2018年は、グループリーグ敗退と。はい、それを受けて、大きな改革をね、することを決断したようですね。で、フォーメーションこれですね。はい。まずね、前線が、今までとは全然メンバーが違いますね。はい。この人、ニャブリーですね。グナブリーっていうね、名前の方が有名かもしれませんね。はい。非常にスピードのある選手ですね。で、ヴェルナーがいます。スピードがあります。レロイ・サネがいます。一番スピードがあります。ということでね。はい。ドイツ代表ね、何回か日本代表と、このゲームでね、やってますけど、スピードがない、スピードがないってね、よく言ってましたね。はい、マルコ・ロイスだけがスピードがあるという感じでしたが、今回ね、もう完全にスピードチームになりました。はい。むしろね、この、ゲームに入ってる、スプラックスのプレイングサッカーに入ってる国の中で一番ね、スピードがあるぐらいの、はい、もうね、3本の矢が揃ったぐらいのね、そういうチームになってますね。これ、しかもね、マルコ・ロイス入ってませんからね、はい、まだまだスピードが、交代要員がいるということでね、本当に速いチームになりましたね。はい。で、中盤がクロースとキミヒですね。はい。まあ、クロースはね、まあ、言わずと知れた、まあ、世界一パスがうまいと言っても過言ではないくらいの、はい。パス成功率1試合で 100% を達成できるような選手ですね。で、キミヒがいますね。はい。キミヒもね、もう、ドイツ代表の中では欠かせないメンバーになってますね。はい。攻守にわたって、で、キーマンになっていると。はい、クロスがね、ちょっと守備的な要素弱いですけど、キミヒがそれを補って、なおかつ攻撃にも参加する、カウンターも、操るみたいなね、そういう印象ですね。はい。で、この人、テイロ・ケーラーですか？はい、ケーラーですね。PSG に所属してますね。右サイドバックで、入ってます。あ、右ウィングバックですね。はい。PSG ね、ベルギーのムニエがいるんですけど、この人もね、十分な能力を持った選手ですね。はい。で、ニコ・シュルツですか？はい。ライプツィヒかどこか、ホッフェンハイムか、ドイツのね、ブンデスリーグに所属してる、サイドバックですね。やっぱりね、スピードがありますね。ケーラーはちょっとないですけど、この人もね、一応スピードを持ってると。はい。まあ、サイドバックの選手なんでね、当然ですけどね。はい。で、リュディガーですね。はい。センターバックと非常にね、能力高いですね。で、真ん中、はい、言わずと知れたフンメルスですね。ただですね、ドイツ代表、ユーロ2020戦いますが、もうね、フンメルスは招集外になりますんで、なりましたね、はい。フンメルス、ボアテングと。で、ミラーもね、招集外というか、ほぼね、おそらくドイツ代表引退と、フンメルス、ボアテング、ミラーの3人ですね、はい。そういう状況に置かれてますね。はい、ただね、パフォーマンス、まあ、前世距離落ちてますけど、まだまだね、戦えると思うんで、少し早い、代表引退だと思うんですけど、まあね、しょうがないですね。若い選手がどんどん台頭してきてるんでね。はい、そして、なんといっても、はい、この人、ズーレですね。非常にね、面白い。まあ、フンメルスの方が高いですけど、能力高いですけどね。はい、この人も、コンタクトプレート、ジャンプ力、ヘディングと、そこにね、ワールドクラスの能力を備えた、身長195センチの、センターバックですね。はい。プレッシング能力もあると。フンメルスよりも、設定値は高く設定されてますね。はい。2014年の時はね、フンメルス、ボアテングと、で、第3センターバックみたいな感じでね、ベンチでしたね。はい。ただ、4年経って、経験積んでね、より強くなってますね。はい。では、キーパー、ノイアですね。このね、ノイアも、変えるかどうか、議論はあるみたいですね。まあ、未だに世界最高クラスのゴールキーパーであることは間違いないと思いますが、まあ、シュテーゲンとかね、はい、この辺もいるんで、はい。っていう感じですね。このね、フォーメーション、まあ、見てわかる通りというかね、アフリカ系の選手がだいぶね、増えましたね。ドイツの、そこが新しくなったところですね。まあ、レロイさんの一人ね、ニャブリもそうですし、ウェルナーは違いますね。はい、ズーレもちょっとね、アフリカ系っぽい名前ですけど、この人は、ドイツ生まれですね。で、白人ですね。はい。あとは、誰ですか？この辺もそうかもしれませんね。はい。まあ、とにかくね、スピードを重視すると。
いうことで、だいぶね、印象が変わりますね、これで。というかもうね、フランスを上回るチームですね。これ明らかに。はい。何回かね、やってみましたけど、明らかにフランスよりもだいぶ手強いですね。フランスはですね、もう、まあ、こっちが慣れちゃってるっていうのもありますけど、崩し方ね、割と分かってるんで、ムバッペだけ注意して、でね、ボアティングじゃない、ポグバのところを狙うみたいなね、そういうやり方ありますけどね、これは強いですね。で、何が強いかっていうと、3センターバックがね、とにかく硬いですね。で、このウィングバックもね、十分に、サイドに効いてきたり、効いてこなかったりするんで、とにかくね、この3センターバック非常に、硬いです。はい、フランスと比べてもね、遜色ないぐらいの、メンバーで、それがね、3センターバックなんで、本当に、しかもノイアがね、控えてるというね、はい、ここが恐ろしく硬いんですね。で、弱点はですね、どこかというと、はい、これ変わらずですね、クロスですね、クロスの裏、この辺。でですね、前のフォーメーション、一応やりますか、前のフォーメーション、確かね、こんな、まあ、ケディラとか行って、どうなってましたっけ。はい、まあ、とにかくね、で、こんな感じですよね、多分ね。はい。4バックでしたね。で、真ん中ね、3枚いて。で、ここにね、ミュラーですね。はい。こんな感じだったと思うんですけどね。この時と比べて、3センターバックにしたことで、ね、しかもズール入って、リューレガも入ってということでね。で、ウィングバックも入ってくるんで、非常にもう、硬いですね。本当に。はい。なかなかね、破れないですね。で、ロイス、今回代表引退ってことはないと思いますね。まだ若いんでね。はい。ただ、一応、スタメンから外れていると。まあ、控えていますね。あと、ドラクスラーですね。はい、ドラクスラーも、ユーロ2020招集されないみたいです。何が悪いのかよくわかんないですけどね。はい。まあ、ただ、非常に、ね、ポテンシャル高いですけど、まあ、それ以上の選手が、揃ってるっていうね、そういうことですか。ね。はい。まあ、ギュンドアンとかね、いますね。マリオ・ゴメスもいますね。はい。まあね、この辺、全盛期のステータスなんでね。この通りの感じではないですね。で、まあ、この辺もね、ゲッツェとかエイジルとかいますけど、まあ、このね、スピードあるチーム、まあ、特にね、このゲッツェとエイジルは、ね、非常にね、能力高いですけど、完全にトップ下の選手で、スピードは全く、設定されてないんでね、はい、このスピード重視したこのチームには、おりません。ラーマも現役引退しますね。はい、あ、現役じゃない、代表引退か。あ、元気いてですね。はい。で、弱点はクロスの裏と。相変わらずね、ここですね。はい。で、よりですね、前は、中盤ね、3枚いましたけど、今回もう、完全に2枚になっちゃったんで、ここがね、非常に空きますね。ここもボール持ってるんで。はい、中盤でボールを持たせてくれるよと。で、ただですね、それでも硬いですね。これ、どっかのチームとね、多分同じ、ウルグアイですね。ウルグアイとちょっと、若干似てるかもしれないですね。中盤で割と、このね、サイドのここのスペースでボール持たせてくれるんですけど、ゴディンとヒメレスが真ん中硬いと。で、攻めては、あれですね、スアレスとカバーニということでね、攻守分断型なんで、中盤でボール持てるんですが、とにかく硬いと。そのね、強化版ウルグアイぐらいですね、これは。はい。本当に強いチームになっちゃいました。で、まあ、弱点ね、とにかくここを狙うしかない。で、ウィングバックはね、このゲームね、ちょっとウィングバック何回か使ってると思うんで、動きね、もう、こっちで使った時の動き完全に、分かってると思いますが、非常にね、流動性が高いですね。サイドミッドフィルダーよりも引いて戻ると。で、なおかつ攻め上がるときもこの辺まで行っちゃうっていうね、だいぶ特徴的な動きをしますね。非常に範囲が広いということで、そのね、弱点を、うまく突きたいですね。で、まあ、ケーラーは割と守備意識ありますけど、こっちのニコ・シュルツは完全に守備意識希薄ということで、ウィングバックが上がった時に、サイドのスペースをつくというね、そういう攻撃をしたいですね。要はカウンターですね。割とショートカウンター気味のやつでもいいですけど、ここでね、ニコ・シュルツの裏でボールを持てればサイドは破れると。ただね、これももうベルギーもね、3センターバックでやって分かっていますが、サイドを破ったところで、中にクロスを上げても中央が硬すぎると。はい、それ、これね、ベルギーより硬いですね。しかも、だいぶ硬いですね。真ん中にコンパニーですけど、コンパニーより上位互換のフンメルスがいて、なおかつ、ズールもいると。はい、リュデがもっと高いと。いうことで、ここのね、裏のスペースをたどり着いたとしても、まだそれは攻撃の、第2段階で、ぐらいですか。最終段階ね、シュート、枠内シュートを飛ばすまでには、だいぶ、まだね、手順がかかると。いうことで、はい、非常に難しいです。はい、強敵ですね。
やってもなかなか勝てないと思いますね。で、まあね、ゲームプランとしては、まずね、ここ中盤にスペースあるんでね、まあ、ここの辺で、2センターミッドフィルダーしかいないんで、このね、周辺でボールを持ってから、クロースの裏にまず狙うと。で、クロースの裏狙ったら、今度はね、ウィングバックの裏ですね。はい。ここを狙うと。で、中央ね、3センターバック揃ってるところをなんとかして、1点取ると。はい。相当ね、難しいことをやらなきゃいけないですね。はい。で、日本代表で挑みます。で、フォーメーションですね。はい。まあね、だいぶこれもね、もう、工夫に工夫を重ねてという感じの、手順を尽くしたね、フォーメーションにしないといけないですね。はい、これでいきます。まあね、比較的、まあ本当はね、もっと、地を固めたかったりもするんですけど、まあ、できるだけね、この既存のメンバー使って、で、サイドバック設定ですね、長友と佐賀弘樹をサイドバックと、もうね、ゼロバックじゃなくなってるかもしれません。センターバックはね、ゼロですね。まあ本当はね、もう、ここに一人置きたいぐらいですけど、まあこれもなしにして、サイドバックを設定すると。で、中盤ですね、ちょっと薄いですね。ただ、ドイツも薄いので、割とね、バランスは取れてるかなと。ここね、あんまり大差になりすぎたりとか、まあね、相手の弱いところをつくっていうのがありますけど、あんまりね、偏りすぎても良くないと。フォーメーションのね、兼ね合いがそこら辺難しいですね。で、これなら意外と、ドイツのね、2センターミッドフィルダーと噛み合ってるんじゃないかと。はい。で、まあ、中島と犬使いますね。ドアね、ちょっとステータス上がりましたね。更新で上がりましたが、まだまだ犬には、届いていないという評価なんで、まだ使えないですね。で、とにかくね、中島が違いを作れるので、中島主体でね、まあ、本当は右の方がいいですけどね。はい。これでいきます。で、南のシャドウストライカーですね。で、柴崎ね、まあ、これはかなりやってますね。はい。センターバック兼アンカーと、ディフェンスライン吸収型の、ボランチということですね。はい。で、ゼロバックですね。ゼロセンターバックと、センターバック設定するとラインが下がりすぎるので、高いラインね、プレスを再現するために中央に上げると。はい。で、サイドバックですね。この役目、特に酒井宏樹が重要ですね。レロイ・サネを抑えないといけないと。このね、人、プレッシングにだいぶ効いてくれないと、困る感じですね。はい。そのプレッシング要因としてサイドバック設定ですね。ウィングバックよりも、ディフェンシブに働くということで、なおかつね、攻撃参加もぜひしてもらわないと、こっちにちょっと手数が足りないですね。はい。かなりの、難しいところですね。で、キーパーね、できれば西川を、使いたいですね。まあ理想としてはね、1対2ぐらいですか、それぐらいでね、勝ってればいいかなと。そういうね、ゲームプランですね。これは西川にした？はい、西川にしましたね。はい。で、ここね、はい。これでボール持てるんですね、今の。今の中盤のね、モロスが出ましたね。で、ここがもうね、足りないですね、真ん中明らかに。はい。今の大迫が流れちゃった形はなかなかチャンスがないと思いますね。で、これ長友上がっちゃってるんで、はい。遠藤がプレスに行くと。で、遠藤ね、非常に役割大きいですね。真ん中で一人でプレス全部やらないといけないんで。はい。これは、頼む。はい。大迫。ちょっと足元っぽいですけど、まあ、よしとしますか。はい。フンメルスね、飛び出してたんで、なんとか1点ですね。今、中央突破ですね。真ん中にやっぱり、ドイツね、スペース、キミヒの裏ですね。やばい。頼む。はい、ここですね、一番怖いのは。はい、これは取れた形かな。はい。サイド破ります。これ、頼む。はい、決まりましたね。中島の折り返しに大阪と。フンメルスね、高さは非常にありますけど、まあそこまでね、特に、俊敏性の部分、予想が外れると、経験がね、いけない形になると、まあね、年齢もありますし、体が大きいですね、もあって、なかなか素早い動きにはついてきづらいと。そこをうまくつきますね。うわはい、今完全にフリーでしたね。ただね、やっぱり、ボール持った時、プレスは早いんで、全然ね、余裕はないと。はい、ユニの1点の形ですが、ノイアーだと決まらないですね。このね、もう、ノイアーが硬いですね。はい、サイド、ここですね、ここにスペースが空くと。はい、もうね、完全に崩せてるんですが、もうノイアにね、2点防がれてますね。やばい、これ危ない。はい、一番怖いところですね。はい、行かれました。これはもう1点でしょう。はい、ギリギリですね。ちょっとね、サネをやっぱり抑えきれないですね。早すぎるんで。
でも高さもね、完全に、はい、これね、もう入ってこられてるんで、ちょっと分が悪いですね。はい、これは大丈夫でしたね。はい。はい、乾でサイドにスペースがあると。これもう突っかけて、頼む。わぁ。はい、2-0 です。まあ内容的にはね、十分でしょう。はい、勝ってますね。はい、冨安から、大迫と。でね、中島やっぱり使いたいですね。真ん中頼む。ああ、硬い。はい、酒井宏樹ですか。はい、これね、もう柴崎が当たりに行きます。はい、なんとか、解消したと。はい、中島ですね。わ、やばい。はい、これですね。ズレ、これがありますね。非常に体を当ててくると、まずね、勝てないと。ボディコンタクト、強いですからね。はい、中島が違いを作りますね、これ。ああ、ちょっと、流れた。はい、南野に今開いて欲しかったですね。はい、ベルナーがいます。はい、吉田から奪って、もう一回ね、やっぱり中島使って、で、南野。うわー、すごい。はい、ノイアーのね、飛び出しが炸裂しましたね。まあでもね、これ、ノイアーがここまで活躍してるってことは、内容的には全然悪くないですね。はい、破れてる感じなんで。はい、サネが、やばい。はい、ここですね。サネがボール持ったとき、とにかく、気をつけないと、本当に一発で終わっちゃうんで。はい。ああ、危ない。ああ、クロス。はい、インターセプトうまいですね、クロス。はい、冨安がディフェンスします。今、酒井宏樹がね、だいぶ、はい、サネについてくれてますね。これ、サイドバックの効果でね。はい。はい、中島から、中央折り返してシュートで、はい、3点目ですね。はい、やっと決まりましたね。はい、まあこんな感じですね。今のところ、でもね、やっぱりサネに1回やられちゃってますね。あれほぼ1点なんで。ただね、もう崩し方はやっぱりサイドバックの横のスペース、特にね、今回、左の、右の方がね、ウィングは上がるんですけど、中島がやっぱり、違いをね、全然作れるんで、そこで生きてますね。はい、ただ乾も、だいぶ、やっているという感じですね。はい、いいですね。はい、南野のミドルシュートと。はい、というわけでね、3対0ですね。はい、非常にうまくいったと思いますね。まあね、ここまでなかなか3点は取れることは少ないかもしれません。ノイアがやっぱり硬すぎるんでね。で、せめてやっぱりレロイサネですね。止められなかったですね、さっき。はい。あのスピードがあるんでね、できればセンターバックを置きたいぐらいの、はい。そういう感じですね。まあやっぱり狙い目は、クロス、キミヒ、中盤でボール持って、サイドに展開して、サイドからなんとかね、折り返しすると。で、今回ね、折り返し対応しました。イヌにいた、イヌはね、カットインシュートですね。で、折り返すとき、やっぱりフライボール上げると、まずね、フンメルス、ズレ、リュディガーに、弾かれちゃうんで、できればね、グランダーで、手前に折り返すみたいなね、そういうマイナス気味の折り返しとか、トリックを使ったね、クロスが必要だと。思いますね。というわけで、今回はね、サッカードイツ代表相手に3対0ということで、要になったのは、中島と、乾ですね。はい、あとね、まあ、南野はちょっとね、で、まあなんか、やっぱり中央は結構硬いですね、これ。はい。で、遠藤航がね、守備の要と。で、サイドバックですね、酒井宏樹がレロイサネをいかに、プレスかけて、抑え込むかっていうね、そういう感じの戦いになりました。はい。というわけで、今回はこれぐらいにしてね、新生サッカードイツ代表の攻略法でした。はい、また次回シャッフルモードで、やっていきたいと思います。それでは今回はこれで、失礼します。